ってからの方がむしろ面白いですよね。そうなんです、あの気持ち。でも7の登場人物の年齢全員超えてるんですよ。わかります、わかります、はい、なのにもう共感しちゃってるっていう、うん、私の人生は矢沢愛さんでできていると言っても過言ではないです、まあ、僕も本当にこの機会にリボンの漫画何本か見させてもらいますけど、本当に読んでいくとハマっていく。ちなみにあのハニーレモンソーダ、お、はい、今回読ませてもらいました。名作ですよ、ハニーレモンソーダ、ハニーレモンソーダ、もうまず分かりますよ、お父さん。何やねそれ、何味の炭酸やん。いやもうこのタイトルでおじさんは無理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 なんねんけど、呼んでみたら、うん、おじさん、うん、泣きました。マジで泣きました。絶対僕はお父さん目線で見て、うん、主人公の女の子をね、あのうかちゃんのお父さん目線で見ちゃったのよ。なるほど、そうなんです。シュガーレモンソーダ、ハニーレモンソーダや。お前俺に怒ってるけど、もっとお前に怒ることあるけどな。このボケほんま。ハニーレモンソーダは今年8月のコミック売り上げランキングで堂々の1位を獲得。あまりの人気で一つの作品が100ページを占めるというリボン史上初の快挙。作者の村田真由先生は連載3作目にして今作で映画化も決定。そんな超売れっ子村田先生から特別サプライズ。今回なんと集英社さんとタッグを組ましてもらいまして、特別にこんなものを作ってもらいました。こちら、うわ、すごい、はい、すごい、これ嬉しいでしょ。やばハニーレモンソーダを描いてらっしゃる村田真由先生に3人を描いてもらった。よー描いてくれましたね。あ、愛ちゃんこんな可愛い感じ、可愛い、可愛い、首細っ。潜在写真を見て描いてくださってたと思うんですけど、うん、私あの肩の位置がここから始まってんのにこっから始まってんのがすごい感動してますよ。肩が肩の位置から始まってるので、ね、まあ、村田先生もここからの肩は描いたことないやろですよ。でも私自分が夢だった二次元の世界にいると思って、あ、生きててよかったっていうふうになんか人生が肯定された気持ちに。